今日は、私と一緒に初見などどうですか先人の英知には、学ぶべきことが多くあります。二人で、古きを尋ね、新しきを知りましょう。今日は、あなたの話を聞かせてくれませんかこれまでの歩み、見聞、何でも構いません。きっと私にとって、とても勉強になるはずです。 あのよかったら今日は私の話を聞いてください教訓とか勉強になるような話はありませんただあなたに私のことを知ってもらいたいんです今更ですがあなたの活躍は見事なものですね座学よりもあなたを見ている方が勉強になる いずれあなたの伝を書くのも面白そうです困りましたね初見も何も手につきません他のどんなことより目の前のあなたを知りたい今の私はそれしか頭にありませんよ